案内所改築の暁には村運営サポートの経験豊富なスタッフを新たに迎え入れて、島全体の環境に関するサービスやアドバイスなどもご提供したいと考えております。移住者だけでなく一時的に訪問されるお客様も広く受け入れたいと考えております。まず観光客の方はいつでも歓迎いたします。私たちの島にはない習慣を知り、お互いの文化交流が促進すればいいですね。また島では作れないような品物をお持ちくださる行商の方なども積極的に受け入れいたします。到着した離島は木や花が生い茂る小さな無人島。もちろん全て自由にお持ち帰りいただけますので、 DIY の材料集めや生き物採集も存分にお楽しみいただけます。手軽な気分転換はもちろん、思いがけない出会いもあるかもしれないこちらのツアー、リピーター続出の人気オプションになること間違いなし。ぜひ皆さんもご体験ください。いかがでしたか？本日ご覧いただきましたように、本プランはその名の通り、自然に囲まれたワイルドな暮らしをお楽しみいただくことはもちろん、まるで一つの小さな村のようにきれいに作られた集落で快適な暮らしをお過ごしいただくことまで、どのような生活を楽しまれるかはお客様一人一人のお好み次第。文化交流が促進すればいいですね。お持ち帰りいただけますので、 DIY の材料はぜひいただくことまで、どのような生活を